殴ってね、分からせてあげますよ、社長。今回は俺が片腕しか使えないっていうルールになってるみたいなんだけど、片腕使えれば余裕だと思うんで、しっかり殴り合いしようか。DJ 社長、ぶつますから、余裕で。レベゼーフォックス、初代代表、木本俊之介。かれこれ、2、3回ぐらいあったことあるんだけど、顔も焦げてるし、目ギョロギョロしてるし。ザコッション。今回、俺が戦ってあげるんだけど、片手でも勝てるって言ってたから、まあ本当に両手両足使ってもらっても構わないんだけど、どうしても片手でやりたいって言ってたんで、彼の得意な膝ができないと思うんで、まあ、逆に俺が膝でここに風穴開けてやります。おいのすけ、おいのすけ、どっちが本当ののすけか教えてやるぜ。炎上万博総決算祭り第9試合を開催します。まずは青コーナーより圭之介選手の入場です。まだ別メンバーから別メンバーからこの曲で気象が漏れました。さあ暗闇の中から圭之介選手がこの後登場してきます。さあたっぷりと間を開けた後やってまいりました。自信がうかがえる落ち着いた表情。いやそうです、ホイさん本物だなという感じがしますね。いや本当にすごい、すごい間違いが起きたカードですよね。そうですね、本当にすごいバグですからね。ちょっと不安になる部分もありますが、続いて続きまして赤コーナーより DJ 社長選手の入場です。 DJ 社長、Let's go。 さあ吠えた。そして2人とここどうでしょう、煙の中から現れていきます。やってまいりました我らがボス。おお、入ってまいりました DJ 社長。会場を煽っていく、完全にホームゲームと言っていいでしょう。さあ気合が入る、先ほどの表情とは少し違います。さあ丸さん、どうでしょう、入場の DJ 社長の表情というのをご覧になっていかがでした。はい、圭之介選手に伝えたいことが、はい、メンバー一同から伝えたいんですけど、はい、ガチでお願いします。本当にお願いします。ガチでお願いします。ガチでお願いします。本当にもう彼最悪大臣あれなんで、もう本当は僕ら4人で頑張るんで、はい、大臣鼻なくても出れるんで大丈夫です。はい、はい、大臣ぐらいだったら首から下だけでも彼できるんで。なるほど、それだけ真剣勝負を見たいというそんなメンバーの願いもあるかもしれません。そしてそれに耐えられるかどうか DJ 社長。ただ会場の雰囲気というのは千葉谷さん、完全に、ね、持っていってますよね。いやもう完全にエンターテイナーとしては最高の舞台なんじゃないですか。どんな戦いになるのかもうすぐにでもというような、すいません、すいません、本当圭之介さん本当にすいません、あの彼こういう人なんです本当すいません。スイッチ入っちゃってますね、申し訳ないです。表情あまり変えません。改めてハンデあり、のルール片手で戦うという圭之介選手です。まあでも社長も俊之介ですからね。そうですね、はい、どっちが本物の之介なのかはもう戦わなくてもみんな分かってると思います。はい、だから星さん、いろんな見方があると思いますけれども、だ一つ DJ 社長の目線に立ってみると、まあ、怖さはねあるのかなというふうにも感じるんですが、いかがですか。いや本当に今逃げ出さずに立ててることをみんな褒めるべきじゃないでしょうか。そうですよね、はい、そうですね。社長頑張れ、頑張れ社長。表情が少し変わっています。さあもう間もなくと、体をしっかりと動かす両者、圭之介選手もかなりやる気はあるというところを見せつけています。いや本当に、では木下さんお願いします。ただいまより第9試合1ラウンド90秒炎上
城万博キックルールワンマッチを行います。青コーナー、身長180センチ、体重 78.6キログラム、 ケイノスケ。おお、ここはケイノスケ選手からの少し挑発行為もあったでしょうか。赤コーナー、身長173センチ、体重 58.7キログラム、 DJ 社長。さあ、会場からは歓声が再び上がります。レフリー和田。男と男の真剣勝負が間もなく始まります。片腕というハンデはありますが、左手にしか圭之介選手はグローブをはめていません。この勝負がどうなるのか。そうですね、では最悪右が瞬発的に出たら終わるですね。ゴングが鳴らされました。戦いのゴング。さあ突っ込んでいく TJ 社長。おっと、ここは膝、体も使っていく、前に入る、まともに食らわないように。いいよ、社長は全身使っていいからね。社長は全身使っていいからね。フックが少し入ります。社長はもう全身使ってますね。いや、これを、いやでも本当にこうしないと、社長に勝ち目はないですからね。隙を絶対に見せてはいけないという中で、隙見せたら本当にすぐ行かれちゃうからですね。社長、最初の25秒が終わりました。突っ込んでいく。作戦としてはもう最高。DJ 社長が突っ込みます。そして頑張ってほしいですね、社長。 DJ 社長としては右側、右の腹を気をつけなければいけない。ここはガードしている。おっと、つまずいたか。体力的にはどうか。さあ、ここまで。おっと、これは社長何してるんですか。社長何してるんですか。これはズルして勝つ。これがズルし、逆に言うと怒りを買ったという部分ももしかするとあるかもしれません。まずいです、ね。怒ってくれ。おーっと、蹴っていく。おー、こんな絵見たことないぞ。おっと、穴に入った。まともに食らった。右の脇腹。社長、立て。立てるか。会場の皆さん、立てとコールを。立ってくれ。負けた社長、いけるか。ファイトポーズ、ファイトポーズ。社長、あと30秒。頑張れ。耐えられるか。いけいけ、社長、負けた。さあ、社長、これ怒るか。この後気をつけなければいけない。フラフラ。おっと、守った。逆の手で逆ガードしている。いや、右まともに食らった。これはきついか。膝から崩れ落ちる。残り15秒。 DJ 社長、まだ夢を見せてくれ。まだ夢を見せてくれ。残り15秒。入れろ、顔立っている限りチャンスはある。 DJ 社長、残りが5秒だ。ラッシュをかける。全力で戦い抜きました。これが男の生き様です。そしてこれが DJ 社長の生き様です。さあ、ただポイさん、かなり苦しそうな表情を見せてますね。いやー、あれはやっぱでも最後まで戦ったことがやっぱ一番すごいんじゃないですかね。そうですね。あんなすごいの途中でもらってましたからね、すごくお腹で爆弾爆発したみたいな動きしてましたけど、はい、一番そこからよく立ったのが、本当に最後までね、感動しましたね。よく立っていたなという感じがしますね。さあ、では審査入りましょうか。どうでしょう、アンポさん、そしてお三方。いや、難しいですね。難しい、まあそうですね。ドローじゃないですかね、今の。ドロー、おっと、延長言ってもいいんじゃないですか、ね、延長という可能性が。ケイノスさんも結構聞いてたんでね、今。ああ、なるほど、なるほど。社長、もうちょっとでいけてましたよね、今ね。まあでもこのマッチは延長全然ありますからね。そうですね、すぐさま始められるんであれば、すぐさまであれば延長まだ可能と。やばい、これはこれまずいですね。行けるのかどうか。社長が今アウェーです。DJ 社長がここでギブアップするのであれば、圭之介選手、おお、男を見せる。それがすぐさま、社長は、社長グローブだけ、素手、社長素手は本当にやばいっすよ、なくなりますよ。
ではこれが本当に最後の戦いになります。社長にお水、社長に水だけお願いします。あ、これ、はい、体力、そしてまあ、かなり苦しさというのはあるでしょう。ただそんな中でもファンのために、仲間のために戦い抜きます。期待には応える、それが DJ 社長です。やっぱ彼ブレないですかね、そういうところは。ブレないですね。盛り上げるみたいなのはやっぱもう大好きなんで、やっぱ、そうですね。あそこで、ね、いや無理無理と言ってリングを降りることも、まあ、できたとは思うんですけれども、 そうですね、それを選択しませんでした。ただ社長お願いします、見しちゃってください。最後まで戦い抜くと。ただ延長戦、もうこの再延長はありませんので、芸之助さんからもとどめを刺されに来るということも、ね、そうですね。もうあの一発ちょっと社長が金的も入れちゃったっぽいんで、それをその怒りをバネに変えて、そういえばそうやった、ガツガツいってほしいですね。さあでは1分、1本勝負、1分です。延長戦は、さあレフェリー和田さんのラストの1分です。ただ、お願いします。 DJ 社長にとってはとてつもなく長い1分、それが間もなく始まろうとしています。この1分も最後まで立っていることができるのか、会場の皆さん、そして配信の皆さんに夢を与えることはできるのか。それだけやはり堀さん、長くね DJ 社長の戦いを見ていたいという声がねいっぱいあるでしょうからね。そうですね、もうコメント欄のみんなもですね、もう社長の冥福を祈っている方々ももうちょっと、はい、いらっしゃいますから、はい、社長行ったれ、社長行ったれ。僕たちはどんな結果でも社長のことは忘れません。はい、あ、もう本当芸之助選手頑張ってください。心から応援してます。本当いつもお世話になってます。明日からよろしくお願いします。やっぱちげえわ、ケノスクで違うっすね。ちょっと銀太さんにもカツ入れてもらいましょう。誰にですか。誰に。やばいやばい、ケノスクさん、マジでやっちゃってください。顔お願いします。顔、さあレフェリーからゴングが鳴る。一気に入る。体力はもう限界でしょう。いや限界をもうとっくに超えているでしょう。ラスト1分が始まりました。また同じ戦法、ただ確実にこの圭之介選手の攻撃というのは入っている。圭之介の左が入っています。跳ね返していく圭之介、戦法としては悪くない。足が入っていきます。攻めよう。攻められるかどうか。いいよ社長、いいよ。戦う姿勢、頭を低く、そして右の脇腹を守る。半分の30秒。さあこの表情です。まだ真剣に戦っている。逃げることはしない。距離を取って逃げてもいいはず。ただそれを選択しないのが DJ 社長。残り15秒。どうぞ社長、やり抜く。エンターティナー、そしてファイター。ラスト10秒。全ての夢のある人たちへ自分の姿を見せ続ける。残り3秒。一発顔に入ったか。ゴングです。ただその場にうずくまる DJ 社長。よくやった、よくやったよ、よくやった社長。戦い抜きました。さあこれで延長はもうありません。どうでしょう、審査員のお三方、難しい判断になるとは思いますけれども、マジで難しいと。マジで難しい。マジで難しいのが、圭之介さん、あの余裕すぎてほぼ手出してないんですよ。ああ、そうですよね。ちょっと印象悪いじゃないですか。これもしかしたらドローかもしれないですこれ。冗談です冗談です。大丈夫です。ちょっと。怒ってる。さあでは少し難しさもあると思いますが、審査員のお三方決めていただいてもよろしいでしょうか。ちょっと後ろの方々へも相談をすると。かなり審議入ってますね。そうですね、これはちょっと難しさあると思います。そう、手数がやっぱ圭之介選手少ない分難しいらしいですね。はい、さあ決まったでしょうか。 OK、
それでは参ります。審査員によるジャッジです。お願いします。青青青、慶之助選手の勝利になりました。惜しかったですね。でも社長もそうですね。いや審査員の皆さんを悩ませてましたからね、しっかり。そうですね。ってことはやっぱとてつもなくいい勝負だったってことですからね。これはお疲れ様です。はい、本当に大変な戦いでしたが、慶之助さんからコメントをいただきます。社長、俺はもうちょっと本当にもうちょっとだけ軽く殴りたかったんだけど、レペゼンホックスの他のメンバーが明後日のライジンのライブは気にしないで強く殴ってくれってみんな言ってくるんですよ。でも最小限で殴ったんで、すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。本当に大変な仕事でした。アウェイの中軽く殴ったんで、皆さん怒らないでください、俺のことは。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。そしてこの戦いを終えた DJ 社長、やっぱ強いね。この服気に入ってます。これ慶之助さんからもらった服なんですよ。ちょっと来年1年ワープレゼンター、これ来たら俺とお揃いになるよ。キャーあ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 ー、負けたんでこれ3ヶ月ぐらい着続けます。3ヶ月着続けます、アロハズに。なんでもう3着ください。あらーす、こんなふざけた戦いにこんなプロの方が来ていただいて本当に嬉しいです。強くなるんでまた戦ってください、お願いします。再戦を約束しました。ホイ君、はい、ホイ君、はい、ホイ君だけ俺と戦ってないんだよね。はいはい、今度次やろうね、はい、いえやりません。ありがとうございます。本当にもうこれ一生ついていきます。B ベッドで俺にかけた人すまん、5倍だったから結構いい冒険話になるかと思ったけど勝てませんでした、申し訳ないです。また強くなって炎上万博のステージに立つんで、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。疲れ様でした。戦いを終えた両選手に大きな拍手をお送りください。いや、これでもこのマッチやっぱ、はい、この明日出番控えてる素人の社長相手だから、これやっぱ多分強くいきすぎて、まあ、大人としてね、多分これ今回めっちゃ立ち回り多分リングの上ですごい難しかったと思うんで、よく引き受けてくれたなって思いましたね。そうですね、やっぱ最後まで立ってた社長もやっぱめちゃくちゃイケてるんじゃないでしょうか。はい、やっぱそう思いました。すごい、いや素敵な戦いだったなというふうに思います。両者に改めて拍手をお願いします。リングを後にします。